はいどうも皆さん、こんにちは。インフィノドラゴンを見ていると、ワンピースのアラバスタ王国編のルフィを思い出します。今回はチャンネルのケースケ実況のケースケです。ポーンということでね、ワンピース知らない人のための、ね、知らない人にはね、何のこっちゃわからないようなね、冒頭のネタの挨拶していったんですけどもね、はい、昨日のね、動画でご紹介いたしました、インフィノドラゴンですね。いやー、昨日の動画で紹介したんですけどもね、やっぱり面白いユニットですよね。で、そこでね、昨日ね、インフィノドラゴン紹介して思ったのが、やっぱまあ火力高いですか。で、火力高いんですけども、新レベルのゴーレムとか、新レベルのバーバリアンキングですね。とか出てきましたよね。で、そいつらの溶かすスピードの速さとか、そういえばよくよく見てないなっていう風に思ったのと、あとはですね、ゴブリンマップの、最終ステージのラスボス、超巨大ドラゴンとかも、ワンチャン、インフィノドラゴンで勝てんじゃねえかなって、ちょっと思ったんで、今回はですね、インフィノドラゴンで HP の高いですね、ユニット、どれぐらい溶かすスピード速いのかっていうのを、ちょっとね、見てみたいなと思います。はい、じゃあまずはね、ゴーレムの方、ちょっとね、見ていきましょう。HP がね、8000になりましたね。そいつをどれぐらい早く溶かすかっていうのも、ちょっと気になるところではありますが、さあ、援軍をね、まずはね、釣っていって、援軍ゴーレムを釣っていって、もうちょい釣っていきますか。もうちょい釣っていくと、どう？ここから行きましょう。さあさあさあ、しっかりとゴーレムを削っていって、いけ、インフィノドラゴン。どれぐらいでの速さで削っていくのか、44秒あたりで出していきましたね。で、ここから、ギュイーンってところスピードが上がって、これは速い。速い速い。だいぶ速い。1、2、あ、でも2段階ぐらいかな。あ、3段階ありますか。3段階あります。3段階あるんで、やっぱり3段階目ぐらいになっていくと、相当溶かすスピード速い。あっという間に、ゴーレムがトイレットペーパーのように溶けていきます。いや、いいですね。インフィノドラゴン早く使ってみたいですね。で、HP の高いですね。クランチョンに関してもですね、しっかりとこういうぐらいのスピードで削っていけば、だいぶ早いですね。じゃあそしたら、HP ゴーレムは、8000だったんで、1万超えているバーバリアンキングですね。バワキンの、溶かすスピードとかもね、ちょっと検証していきましょう。さあ、行きましょう。じゃあね、HP1 万超えているね、バーバリアンキングですね。こいつ、迎え。あ、台座の方に行っちゃう。まあ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 、台座の方に行っちゃうのは、まあ、いった仕方なしっていうことなんで、さあ、ここからババキンにタイヤを取って、HP1 万はどれぐらいのスピードで削っていくのか。どう？ 2 段階目。あ、3段階上がってる、これ。これ。どう？あー、結構でも時間かかるな。HP1 万超えても。結構時間かかるなっていう印象ありましたね。じゃあ、超巨大ドラゴンってあれ、前検証した時 HP ね、いくらあるかって検証したんですけど、いくらでしたっけ？ちょっとわからないんで、覚えてる視聴者様いらっしゃったらね、お答えください。もしですね、HP がめちゃくちゃ高い超巨大ドラゴンだったら、どれぐらいのスピード溶かしていくかっていうのをね、ちょっと見ていきましょう。はい、じゃあね、ドラゴンの巣ですね。まずはね、すらして、ちょっと、って、あ、ダメだ。これはすぐやられますね。これはおそらくすぐやられると思うんですけど、まあ、ここからね、超巨大ドラゴン VS、インフィノドラゴン、どっちが勝つ？さあさあ、どっちが勝つ？ギュイーンって、あー、ダメだ。すらしてよ。一体ではちょっと、もう足元にも言わない。まずはちょっと呪文を使わずに怠慢でね、戦わせていってるんですけども、さすがに勝てない。さすがに勝てないんで、もう、じゃあ、インフィノドラゴンらして、やっていきましょう。これだったらかさすがに勝てるだろう。もう数の暴力で押していきましょう。押していけばさ、超巨大ドラゴン。これだけの数いたのに、1体しかいない。超巨大ドラゴン。強すぎ説ある。これ、ちょっと勝てないな。俺、ワンチャンインフィノドラゴンだったら超巨大ドラゴンで、1体で勝てんじゃねえかなって思って、ちょっとやっちゃったんですけど、さすがに無理がありましたね。さあ、じゃあね、ちょっとね、今度はね、ポイズンありでやっていきましょう。ポイズンありだったらワンチャン勝てる説あるんでね、ここからやっていきましょう。アーチャーでしっかりと釣っていって、で、まあ、もう一回アーチャーで釣っていって、で、ポイズンを落としていきながらの、しっかりと、ここからね、出していきながら、さあ、いけ、インフィノドラゴン。インフィノドラゴン、いけいけいけ。ここから押していけ、攻撃速度を遅くさせて、インフィノドラゴン。どう？最大火力にもうなっていいよ、これ。最大火力になってるけど、削れねえ。削れねえ。嘘でしょ。そんなバカなことがあっていいのか。もう一回超巨大ドラゴン出していって、さあ、これ削り切ってくれ。さあ、もう最大火力になりました。はい、最大火力になって、これで、どう焼き切れる？焼き切っていったけど、ちょっと待って、超巨大ドラゴン HP、めちゃくちゃ高くない？これやばいよね。どうしよう。どうやったらインフィノドラゴン1体で、こう勝てるかなって、ちょっと考えて。あ、フリーズを大量に積んでって、永久に止め続けていけば、インフィノドラゴン1体で、果たしてどれぐらいで、超巨大ドラゴンを倒せるかっていうのを、ちょっと見ていきましょう。はい、そしたら早速やっていきましょう。しっかりとね、アーチャーで釣っていって、まだですよ。まだ待機です。せい。さあ。こっからアーチャーをしっかりと出していって、からの、インフェルノ、からのフリーズ、速攻フリーズ。そこ、行けやれインフェルノドラゴン。どれぐらいで、お前は超巨大ドラゴンを倒せるんだ。そこ力を、今、見せつけるとき。これもう最大火力なってるよね。最大火力になってるよね。なってんのに時間かかりすぎ。お前は一体、どれだけの HP を誇ってんだ、この野郎。こんにゃろ、めちゃくちゃ時間かかる。最大火力よ。DPS2000 はあるのよ。HP、火力2000は出てんのに、インフィノドラゴン、超巨大ドラゴン焼きんのに、今めちゃくちゃ時間かかりましたね。はい。そしたらですね、HP の高い施設といえば、ギガインフェルノですね。タウンホール13も8200ありますんでね、それと、インフェルノドラゴンと高橋さん、どっちが勝つのかっていうのもね、ちょっと見ていきましょう。さすがに超巨大ドラゴンにはね、無理があったと思うんですけど、あと気になるのが、シングルインフェルノ対決させてみたいですね。どっちが勝つこれ。惜しい。皆さんこれ参考に覚えてください。タウンホール外出しのやつ、インフィノドラゴン1体で焼き切れるかなと思ったらね、焼き切れないですね、これ。で、2体目にしてようやく焼き切れるっていった形になりますんで、これちょっと面白いですね。俺ね、てっきりインフィノドラゴンの方が勝つかなと思ったんですが、DPS とか HP 的にはインフィノドラゴンの方が負けるっていう、そんな検証結果になりました。はい。では、シングルインフェルノ VS インフェルノドラゴン。どっちが勝つかやっていきましょう。さあ、どっちが勝つ？おうちに的にインフェルノドラゴンの方が勝ってほしいなって思うんですけど。でもさすが、強くねシングルインフェルノ。そう見ると。でも、HP 的には半分削ってるんですよ。半分以上削っているんで、惜しいですね。接戦なんですよ。なんで、これから見るにわかるのが、インフェルノドラゴンはシングルインフェや、あとギガインフェには若干劣るんだけれども、まあね、HP の低さから若干ね、ちょっと負けてしまうっていうのが分かりましたよね。いや、面白い結果になりましたね。はい、じゃあ、アチャクイやね、あとロイちゃんとの戦いもね、ちょっと見ていきましょう。ここからさ、インフェルノドラゴン、いけ、アチャクイでどっちが勝つ？いやー、昨日の動画通り、あれ？普通に単体1対1だ、差しの勝負だったら、全然勝てるんだ。差しの勝負だったら余裕でいけちゃう。インフェルノドラゴンの。待って。やっぱアチャクイは最初からもう火力が高いんで、普通にもう全然余裕で勝てちゃうっていうのが、わかりました。全然勝てない。もうこれ数の暴力、昨日の動画のように、3、4体じゃないと、さすがに勝てないっていうのが、わかりましたね。はい。せっかくだからロイちゃんとも戦わせようと思うんですけど、さっきのアチャクイを見る限り、絶対ね、ロイちゃんの方が勝つんですよ。やっぱり初手からの火力が高いんで、やっぱり全然出しても全然勝てねえ。はい、2体目。3体目か。3体目でも、やっぱりね、最大火力に到達する前にやられてしまいますね。そうですね、やっぱり最初の段階とか、DPS80 とかで、やっぱりね、全ユニットの中でも、火力がね、低いんで、めちゃくちゃ。火力が低いんで、全然が出ないんで、やっぱりね、こう、中盤以降、2段階目、3段階目くらいにならないと、さすがに勝てないっていう、そんな形になりました。はい。ということで、今回はですね、インフェルノドラゴン VS 超巨大ドラゴンですね、を戦わせてみたっていう動画と、あとはね、HP の高いね、ヒーローとかのね、あとはね、ゴーレムとか、どれぐらいのスピードで溶かすのかっていうのをちょっと見てみたかったんでね、今回動画でお送りしていきました。いや、超巨大ドラゴンさ、倒すのにめちゃくちゃ時間かかってて、あいつ HP 一体いくつあるんだよっていうね、そんなレベルの HP をね、誇ってたんで、ちょっとね、スパセルさんに、ちょっと超巨大ドラゴンのステータスね、ほんとマジで聞きたいですね。この順平さんやダリアさんにやったら聞いてみようかなって思いましたね。はい。なのでね、こういう風にね、毎日クラクラ動画投稿していきますし、でね、もうすぐアップデートやっていくので、毎日のようにアップデート動画ですね、出していきますんで、まだチャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひとも登録、お願いいたします。で、この動画面白かった、ためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント。で、そういう風におすすめ動画も貼っておきますので、そちらの方もぜひぜひご覧ください。はい。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。